皆さんこんにちは、カプコンモンスターハンターワールドプロデューサーの辻元です。モンスターハンターワールドですが、本当に皆様のおかげでですね、今年の1月の26日に発売させていただきました。そしてですね、なんと今出荷本数750万本超えておりまして、この750万本というのはですね、カプコンの歴代のタイトルの中でも一番売れたということになるようでして、本当に嬉しく思っております。本当に皆様のおかげです。そしてですね、いよいよですね、大型のアップデートいよいよ迫ってまいりました。日にちの方がですね、3月の22日にアップデートさせていただきたいと思っております。でですね、目玉になるのがですね、今回イビルジョーというモンスターが追加されます。シリーズではですね、おなじみのモンスターなんですけど、すごく食欲旺盛でですね、すごく凶暴なモンスターになっておりますので、皆さんぜひ気をつけていただけたらと思います。しかもこのモンスターですね、他のモンスターに噛みついてですね、他のモンスターを加えたまま攻撃してきたりとかもしますので、とても、手強いモンスターですが、皆さんなら必ず討伐できると思いますので、ぜひ頑張ってみてください。あとですね、よりですね、遊びやすくなるようなですね、武器の調整とかも入れさせていただいたりとかですね、その他もろもろ、いろんなこのアップデートでですね、いろいろな変更もさせていただいておりますので、詳しくはですね、公式サイトとかを見ていただけたらと思います。はい、そしてですね、この、大型アップデートの後のですね、4月の6日からですね、こちらの方ですね、季節イベントっていうのが開催されます。そちらの方がですね、アステラ祭りという季節イベントがですね、開催されまして、周回エリアのですね、ちょっと装飾ですね、見た目がちょっと変わったりとかですね、過去に、配信したイベントクエストがほとんどが遊べるようになったりとかですね、ログインボーナスで激運チケットが、2枚もらえるようになったりとかですね、この季節イベントならではの楽しみっていうのも、楽しんでいただくことができますので、ぜひこの際にまた遊んでいただけたらと思います。はい、それではですね、まだまだこのモンスターハンターワールド、皆さんぜひ遊んでみてください。ハッピーハンティング！